おはようございます。たみちゃんいるの？あ、ポメも来た。いしょ。どうじゅ、おはよう、おはよう。あ、ポメたもおはよう。おはよう。取られるのやだね。はよ、仲良いだよ、たみちゃん。ポメがママにおはようしに来てくれてるの。オッケー。ねえ、ポメちゃんね、にぃ、撫でろって言ってる。お手手出してきた。ポメくん撫でろって言ってお手手出すんだよね。はい、ポメ。行く行く。ゆくゆくだにゅ。ありがとね、もみちゃん。ありがとね。ありがとう。あ、また戻ってきてくれたの。ありがとう。いこ、いこ、いく、いく、いく。あ、またね、お嬢が。あ、だい。お手伝いしたの。お手伝いしたんだよね。撫でてねってね。知ってるよ。結構怖い。あーむちゃん、カメラにぶつかりすぎでしゅけど。じゃあみんなね、サニくんにもおはようしに行きましょう。サニくん、おはよう。おはよう。サニくん来て待っててくれたの？ありがとう。はい、おはよう。サニくん、今日もマイペースにしててくだしゃいね。午後のお外探索タイムです。ポミはなどこに隠れてるんだよ。日向はとってもあったかいですね。最近やっとこう、なんていうの、気温が上がったり下がったりっていう激しい変化がなくなって安定してきましたね。とっても気持ちのいい陽気です。今の時期が一番気持ちいいかな、過ごしやすいかなって私は思うんだけど、夏になるとね、もっと日差しがきつくなって肉が焼けるみたいな感じになるし、ポカポカ陽気でね、まあちょっと日差しはきついけどね、日陰にいるとすごく気持ちよくて過ごしやすくて、お外で過ごすのがね、すごく気持ちのいい季節ですね。ねぽみ、帰るの？なんか落ちてきたにょ。びっくりしたね。声が聞こえるなと思いました。親指いましたね。すごいミシって言ったけど、壊さないでね、谷くん。ありがとう、見ててくれんのよね。そうですね、出らんないんだよ。おもでたいの？ダメよ、谷くん喧嘩するから。ちょいんだもんね、谷くんね。昨日ね、あそこから鳥がね、飛んでいくのを見たの。だからもしかしたら戻ってきているかもと思ってて、お父さんにね、今度確認してもらおうと思ってます。夜明けぐらいになるとね、ここにね、いつも巣作るこの声がするんだよね。ピーピーって。だからいるんじゃないかな。親指消えましたね。あとここのこっちにもだし、あっちにもね、巣作ってるから、あの2階の窓そこでしょ。明け方めっちゃピー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 聞こえますね。ねぽみ、鳥いるんだよね。だカラス気をつけないとなと思ってるんだけど、ぽみくんカラス追っ払ってくれる？お家入るの？食べてあっち行って遊んでますね。呼んだら帰ってくるかな。迎え行かなきゃいけないかな。食べちゃん、おいで。ジョジョ、おいで。カチ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 言ってますけど、オタク。カチカチ山。ポメカチカチ山。ポメくん、タムちゃん呼んできてよ。カチカチ山してなくていいから。鳥飛んでんの、見たの。タムちゃん来ないね。ポメお家入りたいね。で、ママ、サムちゃんも帰ってくるから、ちょっと待ってて。あれ、サムちゃんいつの間にかこっちまで来てる。サムちゃん、いやよって言って、逃げてる。ポエも来ちゃったけど。お家帰ろう。お2階で日向ぼっこしよう。置いたら、行っちゃおうかな。どうぞ。ゴー。サムちゃん、ゴー。ノーヨー、ノーヨーないよ。ノーヨーじゃないの、ダメ。お2階で日向ぼっこしよう。はい、ゴー。お2階で日向ぼっこしようねって言ったら、一目散走ってきて、ここで横になってるんだけど。ほんとよく知ってるね、タムちゃんね。あっちゃかいの。よかったね。気持ちね。ゴロンゴロンしてなさい。今からちょっと欲しいものがあるので、トレーダー上手にだけお買い物行ってこようと思います。行ってきまーす。お家帰ってきました。ねえねえしてお留守番してたらしいでしゅね。お利口でしたね。ねぼみちゃん。はい、たみちゃんも。いこ。伸びてんのすごいね。谷くん微動だにしませんが。オッケー、待ってて。ね。お買い物してきたものは、まず鶏のひき肉ですね。チキンのひき肉。この前なくってターキーだけ買ったんですけど、ちょっとね、ミートソースでも作ろうかなと思って、ブレンドしたくって。なので、今日あったから買ってきました。それから、いつも通りのシュガープラムトマトに、今日もね、クマと食べたいなと思ったので、買いました。アーモンドミルクと、久々にアンソルテッドの無塩バターですね。お、
買いました。いつもココナッツオイルのバターフレーバーのものを使ってお菓子とかも作るんだけど、あれで焼くとちょっとね生地がずっしりするんですよね。なのでこっちで焼いたらふわふわなるかなと思ったので買ってきた。一周回ったのでこのスパゲッティソースを買ってきました。お父さんいない日用の非常食にジャパニーズスタイルフライドライスを買って、パスタ弁当の時用のミートボール。野球見に行く時ね、いつも殻付きのピーナッツ使うんだけど、ピーナッツとあとアーモンドとチョコレートとカシューが混ざってるミックスを買ったんだけど、これを全部混ぜて何回かに分けて持ってってちょこちょこつまんで食べようかなと思って、まあ球場でピーナッツ買ってもいいんだけどねって思うんだけど、なんかちょっと違うの食べたいなと思ったのでこれ買ったのと、久々にもちライスナゲット使っていつも通りのポテトスナックを3袋買いました。これも野球見に行く時とかに持っていけるからねと思って、あとはスパークリングウォーターのウィンターサングリアを6本買ってきまして、もう片付けました。以上になります。ということでこちら片付けてお散歩行こうと思います。それではお散歩に行ってこようと思います。あ、もうスタンバー OK ですね。サムちゃんも迎えに来ましたね。よし、では近所一周してこようかなと思ってます。お買い物行くとき気づいたんですけど、結構立派なチェストがフリーで出てますね。サムちゃんめっちゃ引っ張るんだけど、ここの匂いが嗅ぎたかったので。サム待って、行かにゃいよ、遠く行かにゃい、怖いよ。もうどんどん前行きますね。お家帰ってきました。ソニック一歩も動いてないですね。なんか絡んでますけど、アイを拭いてご飯にしましょうね。よし、じゃあご飯にしましょうね。なぜか知らないんですけれども、すごい興奮してるんですね。サブが走りまくっちゃってて、やっと今落ち着いてこっち来たんだけど、家中ぐるん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 走りまくってて、今元気だったんよ。ご飯だって分かってきたけど、ボビちゃんお利口さんですね。待っててね。じゃあお手どうぞ食べなさい。美味しいでしゅか。うん、上手でしゅ。お手、おかよし、食べなさい。サムちゃんもよ、上手に食べて。ゆっくりよ、ガニガニよ。はい、ガニガニしてください。あ、ポビちゃん上手、サムちゃんも上手。食べたにょ、早かったね、サムちゃんね。お腹空いてるの？まだ食べのですね、それね。知ってんの、お利口でしゅね。おしぼりしてください。お利口、サム待っててくれてありがとうね。で、ポビちゃんお手、おかわり。ちょっとお手下手だって、おかわり。お手、おかわり、もう一回して、お手、おかわり上手、お手、おかわり上手、もう一回、お手、おかわり上手、もう一回、最後、あれ、もう一回はお手、おかわりだったの、お手、おかわりも、じゃあ最後これでしたよ。はい、おかわり上手、グーブーイ。サムちゃん上手できるかな。お手、おかわり、あ、後ろしゃがった。あ、後ろしゃがるの。はい、お手、おかわりもう一回して、お手、おかわりもう一回して、お手、おかわりもう一回して、お手、おかわり、おしょわりして、ちゃんとおしゃわりして仕切り直しましょう。じゃあサムちゃんね、お手、おかわりもう一回して、お手、おかわりもう一回して、お手、おかわり、ちゃんとお座りし直して。じゃあお利口だな。じゃあ最後、お手、おかわりよし、食べなさい。いいよ、グーベイビー。あれ、ここにコミックのおひげが落ちてました。あ、もう終わっちゃうわ。じゃあご飯食べたらお父さん帰ってくるまでゆっくりしててくださいね。それでは私ご飯食べようと思います。昨日ね、お父さんのお弁当用にスパムのおにぎらずなんだけどにしたので、それが余ってるからこれを食べようと思います。で、今日お父さんお弁当持っていかなくて明日に回すって言ってたので、まあたくさんあるんだけど、とりあえずこれ食べて、とろろ昆布と梅昆布茶のお吸い物を適当に作ったのと、まだハンバーグがあるのなので、ハンバーグとトマトとマッシュルームとパワーグリーンズを入れた超レギサラダになります。それではいただきます。お父さん帰ってきたらしいです。激しいですね。見てきて、いる、どれ、ゴー、入った、音、ゴーファーじゃないよ。遊び人だからね、ダメじゃね。ポミゴーファーに酔ったことあるじゃん。巣穴からひこっと出てきてるのに酔ってたじゃん。あれ、トトやで。プータも一緒にやったじゃん。トトはよくやってたよ。今日早いですね、ダメじゃね。お仕事、何に言うてんの、行ってください。車の下入んないでよ。とりあえずお家入りましょう。
お父さんスリッパ一つ知らないんだって。でどこやったのって聞いたらさ、すごく大事にされてる方がいらっしゃるんですけど、まあ 100% お嬢が運んでここ置いてサニクが乗ったんだと思うんだけど。みんなチョキなんやな。お嬢さん行っちゃった。あんたくすごいね。ダメじゃね、合うじゃないよ。もうすごいすごい。お父さんお着替えしてきたら遊んでもらおうね。帰ってきたらこの遊びをするんですね。サムちゃんここで絶対こうやって飛ぶの。また来るよ。ほらすごいな。見てんだポミ、ずっとそれを。すごいな。もう分かってた。あっ、ごめん、おごん、ごろんだ多分。すごいすごい。本当だ、抜かれちゃった手だけに、うん、ね、でこれが跳ねまんない。また怖いよ。でポメ見てる。すごいポメ見てる。すごい気味だね。うーん、あのさ、だんだん安定してきたよね。この回り方も走り方のね、昔ちょっとやっぱりダメだったじゃんとか言ってるけど、すごい怖い怖い。うわ、強いな。ダメじゃん。中央膝ぐにゃぐにゃなりますよ。強いな。結構毎日これ家は公園じゃないんだけどね。すごいですね。首抜けるよそんなことしたら。うん、ドンとかやられてるけど。いや、もうちょっとぐるぐるさんしたらお父さんご飯にしようね。うわすごい、これ見て。もう狩りしてたんだよ彼女は、きっとね。あ、取られた。ナムちゃん絶対ウサちゃん追いかけてこういうことすると思うわけ。もうなんかウサギのいる公園なかなか行かれないんだ。ほんとすごい。ナムさん、じゃあそろそろご飯にしましょうね。うすごい、ちおい、うわ首抜ける、大変これ。もうやだ。もうやめて。はい、ご飯ね。どうぞ、OK。はい、もうやだよ、私。お父さん、最近毎晩こうやってコソコソと練習してます。今一番練習してるのは何だろう。スタンドバイウィーかしら。昨日必死にやってたよね。なんか世界入っちゃってますけど。お嬢、ここいますね。ポミク、ここです。眠いならお風呂入って寝なさいよ、お父さん。何してんの？なんでこんなガニガニしてんの？絶対ガニガニするのに集中しちゃってギター弾けないと思う、この感じ。あ、いや、もうちょっとしたらお風呂入ろうと思います。タニコ、やーしゅみ。タニコ、あったかあったかしてんの？手で入れとくとあったかいんだよね。タニくん、今日タムちゃんに日向ぼっこのポイント取られてたじゃん。タニくんいたんだよね。なのにタムちゃんが私がねんね、ちゅるなよって言ってね、どきなしょいって言われてね、にゃーんって言ってどいてたけど、思い出されたの、怖いとうに。優しいね、譲ってあげるんだよね、タニくんね。ありがとね。最近またお家の周り鳥がいっぱいあるね。タニのチュキな観察中楽しい。出てきちゃうかしら。彼氏入ってこないよね。タニくん見張っててあげてね。タニの大好きな鳥たちのためによろしくね。タニく、今日も一日ありがとね。ゆっくりねんねしてください。おやーちゅみ、おやーちゅみ、おやちゅみー。タニクくっぽい、おやーちゅみくっぽい、おやーちゅみ。コミコ、おやーちゅみ。最近それお気に入りよく持ってるね。ガニガニサムちゃんがめっちゃしちゃってるけど、コミコ女できないもんね。コミもっと優しいもんね、おもちゃにもね。サムちゃんいるの。サムちゃんガニガニしてんのよね。コミがガニガニするから、サムちゃんガニガニ覚えて真似したんじゃない。そうやってやるんだよね。教えてあげたんだよね、サムちゃんね。お手でチュカオのよってね。上手だな。アリカシャですね。長寿だね。ポミくん、金曜日先生だからね。ママテキスト来てた先生から。まあ、注意するから夜お食は食べちゃダメよって。お水は飲んでもいいけどね。じゃあ夜ご飯早めに食べて、先に歯磨きさんしちゃおうね。デンタルケア旬だってよ。大丈夫かな？タニコ来てきました。頑張ってこようね。アリカシャですね。その次、サニくんのデンタルケアかな。ね、みんな歯切れするんだよね。ついでにお薬ももらってこないとね。歯切れしたら
気持ちくなるもんね。頑張ろうね。ネポミク今日も一日ありがとうね。ゆっくり寝てしてください。おやーちゅみ、おやーちゅみ、おやーちゅみ。ポミクくっぽい、おやーちゅみくっぽい。おやーちゅみ。おやーちゅみ。お嬢、あそこに挟んでガニガニしておりますけど。ダメじゃ、おやすみ。ん？まだ遊ぶの？それね。じゃあ遊んでていいでしゅよ。いっぱいガニガニして、気が済んだらねんねしてください。ダメじゃ、夜お利口ねんねしてね。サニくんのこと追いかけちゃダメよ。サニくんのこと追いかけるから夜中。サニくん嫌よって言うよ。サニくんちょ気なんだよね、ダメじゃね。ていうか、ここがもうポッカポカ。眠いんだ、この子。うん、眠たいんだ。ごめん、すごいあったかい。もう寝ないし。そんなことせないでもう本当に。いやもうママも寝るから。じゃあねんねしてるでしょ、サニちゃんもね。じゃあ今日も一日ありがとうね。ゆっくりねんねしてください。おやーちみ、おやーちみ、おやーちみ。ダメちゃくベイビー。なりながら噛んでるけど。おやーちみくベイビー。おやーちみ。本日も無事にベッドに入りました。ただいま12時半になります。これなんかちょっと鼻の下についてるこれとか、まあ、うっすら見えてるかな、この辺とかね、おでこの真ん中にもね、あとここにもあるんだけど、なっておりますのはこう見るとここについてるとおかしいけどこの前購入したあのマリオバデスクのなんだっけあれ、ドライニングローションだっけですね。ちょっとプチプチっとでき始めましたので使っております。乾くとこれポロポロ落ちてきてすぐなくなっちゃうのね。一晩ね塗って寝てくださいって書いてあるんだけど寝てる間にどっか行っちゃうんだよねって思うんだけど、なので翌朝何事もなかったかのようになくなってるってわけじゃないんですけど、だけどね2日3日塗って寝ると良くなってるので使っております。なんかなんだっけお父さん、これの匂いなんかの匂いに似てるんじゃなかったっけ。カーマインローション、なんかのただれだっけ。落としたよ、携帯。なんかね、たたれた時に塗るやつだっけ。うん、ポイズンアイビーだし、ポイズンアイビーっていうのに、で、かぶれた時に塗るローションの匂いがするって言ってて、調べたら同じ成分が入っていたらしいので、結構、なんていうの、ツンとくるような匂いというか、かな。で、殺虫さんの匂いもするんだけどね。まあ、そんなね、使用感です。お父さんほぼほぼ目が開いてないんですけれども、今はね野球の球場の席の画面が出てるから、またねチケット取るのに探してるんじゃないかなと思いますが、また顔の上に携帯落としそうですけれども、この歯とかにゴツンとか当てたりするのね、こっちがびっくりするわっていうぐらいビクッとして面白いんだけどね。結構でもさ顔にね iPhone 落ちてくるとさ痛いでしょ、なんかかわいそうだからね。あ、目覚ました。まあまた寝ちゃったら手からね取って枕下に携帯突っ込んでおこうと思うんですけども、また検索を始めましたけど、コーとか言ったりまた検索したいっていうのを 2,30 分繰り返して結局諦めて、今諦めたんだけど寝るんですね。ということでお父さんも寝ましたので私も休もうと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。